の経営者、アンクジャパン LP がメモリ社長を歴任。1947年、群馬県前橋市役市町に生まれる。前橋商業高校を経て、1970年日本体育大学卒業。野球の指導者を目指すも、教員試験に失敗。外資系半導体メーカーである日本テキサス、インツルメンツに入社。倉庫版として入社したものの、 業務の改善とコストの削減で高い実績を出して当格を表し、1991年41歳にして同社取締役、1993年取締役副社長に就任した。1997年、神戸製鋼所に入社し、半導体本部長等を務めた後、2000年日本ファウンドリー社長に就任。2002年から日立製作所と NEC の 合弁会社で日本唯一の D ラム専業メーカーとなっていた LP ダメモリの社長を務めた D ラムは1990年代に産業の米と呼ばれた日本の半導体事業の中核を成す商品で世界における日本メーカーのシェアは一時ほぼ100%となっていが坂本幸雄が LP ダメモリ社長に就任する直前には大韓民国のサムスン電子を中心とする 新興国政に90%以上のシェアを奪われていた。継続的に大規模な投資が必要となる事業であるものの、NEC と日立製作所には投資余力がなく、経済産業省の後押しで1999年に両社の半導体部門が統合して誕生したのが LP ダメモリであった。同年には富士通が、2001年には東芝が D ラム事業から撤退し、 2003年には、三菱電機の D ラム事業を LP ダが吸収。国内最後の D ラムメーカーの舵取りを担ったのが、坂本幸夫であった。それまで、役員も幹部も、すべて、NEC と日立製作所出身者の助けがけ人事が、行われていた同社で、しがらみのない立場から経営を見直し、就任前年まで3年連続で200億以上の、 赤字であった同社の経営を1年で150億の利益が出るまでに立て直した。以後、同社を東京証券取引所の市場第一部に株式公開。台湾メーカーとの提携等、積極的な経営によって世界における売上シェアも10%を超えるまでに回復させた。2008年のリーマンショックに代表される世界、金融危機による超円高により収益性が 大幅に悪化。2009年には、経済産業省による産業活力再生法の第1号案件として、公的資金の注入も受けたが、この事業再構築計画及び関連して行った、金融機関からの借入れ期限である2012年4月が、迫る2012年2月27日に、東京地方裁判所に、会社構成法適用の申請を行い、構成会社となった。 その後、坂本幸夫は代表取締役、関財人となった。2015年半、胴体メモリディーラム開発会社として、サイノキングテクノロジーを10人の技術者と共に立ち上げた。2019年11月、中国の思考集団は坂本を高級副総裁、及び日本主会社の最高経営責任者に起用することを発表した。ありがとうございます。